賃金下がりっぱなしじゃないかよってことを繰り返しているわけですね。じゃあこの30年以上の間、日本国において政権運営を担当してきたのは誰なんですかってことなんです。自民党でしょ。自民党、経済はもう自民党やろって一体どういう意味で話してるんですかってことなんです。意味不明なんですよ。経済音痴が自民党だっていう認識に立たなければ日本の経済なんて変えようがないんですよ。で、自民党政治が広げてきたものは何かって言ったら、やっぱり大きな企業であったりとか、そういう人たちが豊かになっていくということをやっぱり一生懸命やってきたってことです。で、私は大企業が儲けるってことを悪だって言ってませんけれども、全体それ以外の人たちがある意味で大きく打撃を食らうような、もっと言えば搾取されるような、社会を拡大した上で一部の者たちだけを金持ちにしていくようなことになったら国壊れますから。